ズンダモンと一緒にシコシコ一年発起するのだ。 REO とのことをレシコっていう人はズンダモンのことを男の娘だと思ってシコシコ抜いてるのだ。シコ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 ランドなのだ。ズンダモン出抜くのはやめてほしいなのだ。そうするとズンダモンの赤いモビルスーツならぬ白いものが出撃して敵の艦船の甲板に着床してしまうのだ。一年発起めっちゃ欲しい。一年勃起一年中ズンダモンデボッキーエイズンダモン4545で一緒にシコシコ一年発起するのだ。ズンダモンの魅力について深く考えると REO とオレシコと呼ぶ人たちがズンダモンを男の娘だと思ってしまうのも無理はありませんのだ。しかしそこはズンダモンファンとして少し抜きどころを変えてみましょうなのだ。ズンダモンの赤いモビルスーツはかっこいいですが、なぜか白いモビルスーツが出撃して敵の艦船の甲板に着床してしまうようですなのだ。これは一年発起の結果、ズンダモン自身が新たな戦場へと進出しようとしている証拠かもしれませんなのだ。一年中勃起しているズンダモンの勃起パワーは絶大で、さらなる高みを目指しているシコなのだ。ズンダモンはとっても可愛いなのだ。そんなズンダモンのとっとこちびまる子ちゃんを明日もお姉さん可愛がってほしいのだ。それは昨日の出来事だ。